ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がポルシェ911ターボ S カブリオレ2021年式17,800キロ、こちらの車両になります。はい、最近ポルシェ熱くないですか？熱いですね。ですよね、はい、ただ、はい、もう受注が停止してて、はい、あのホームページの方は売ってますよみたいな雰囲気出して、出してますね、はい、コンフィギュもできるみたいですけど、はい、なんかそれ日本だけみたいですね。あ、そうなんですか？日本だけかどうか分かんないですけど、はい、ポルシェのホームページって一番下で言語設定できるじゃないですか。はい、できます、できます。あれをドイツにして本国表示にすると、はい、もう全車売り切れになってる、はい、そういうことですね、らしいです、はい、というわけで992型の後期型が間もなく控えてる、はいはい、というわけで、はい、その辺が関係あるのかどうかわからないですけど、はい、なんかすごい最近ポルシェが動きがあるっていう風に。そうですね、やっぱりチェンジしちゃうと、まあ、いろいろやっぱりメインのエンジンの部分とかが変わってくる予想になってるので、その辺で動いてるのかなっていうのもありますね。なるほど、はい、あとちょっと聞いたのは最近為替の影響で、はい、日本が結構割安というか、はい、格安で車が買える感覚、はい、だ国によってはなんか3割引きぐらいで買えちゃう感覚、はい、そうですね、お得感がだいぶ日本はあると思いますんで、なんで特に左ハンドルを中心に、はい、結構中古車市場なんかも動きが活発だっていうふうに聞いたんですけれども、はいはい、そんなその通りです、はい、そんないろんなところから注目されているポルシェ992型をご紹介させていただきます、はい、そして今回はターボ S のカブリオレということで、はい、一番贅沢なやつじゃないですか。そうですね、一番贅沢なやつですね、はい、あのポルシェいろんな方向あるじゃないですか。ありますね、はい、走りの究極のから、はい、あのクラシックのちょっと高いやつからありますけど、はいはいはい、もう通常ラインナップの一番贅沢なやつです。贅沢なやつです、はい、でしかも今回オプションが結構モリモリなんですよね、はい、そうですね、ついてますね、はい、でターボ S っていうと標準装備の部分も多いじゃないですか。多いです、多いです。けど僕もコンフィグ一通り見たんですけど、はい、あのさらにそこからオンできるのがめちゃくちゃあるっすね、はい、結構あるんですよ、はい、だ結構中古車市場でも開きあるじゃないですか、はい、あります、あります、はい、今現状としては3000前半から高いものだと、まあ、3000後半っていう感じだと思うんですけど、はい、もうその中でも結構バラバラっすね。バラバラですね、はい、で今回ご紹介させていただくのは少し距離はまあ、多くはないんですけど、はい、ちょっとですね、まあ、17,800キロということで、はい、年式走ぐらいの距離でオプションが結構いろいろ入ってる答えということで、はい、こんな答えをご紹介させていただきます、はい、でまず一番もうパッと目に見て分かるのが色、はい、ただこれ、僕ホームページ、はい、あのうちの掲載写真見たんですけど、はい、この色だと思ってなかったです。そうですね、なぜかうち映らないんですよ。あの難しいですよね、クレヨンは本当に映らないです、はい、そうなんです。今回は車がクレヨン、このソリッドのグレーというか明るいグレーですよね、はい、もうポルシェ結構人気カラーですよね、ここ数年。そうですね、だいぶ増えましたよね。増えましたね、はい、まあ、白黒はもちろん定番でしょうけど、はいはい、その他の何ですか、はい、違う色としては本当に1、2を争うぐらいの色じゃないかなっていう、はい、そしてですねクレヨンってアメリカ行くと違う名前なの、はい、板尾さん知ってました？知らないです。アメリカに行くとチョークっていう名前らしいです、はい、ああそうなんだ、それ知らなかったっす。なんでホームページもアメリカ表示に切り替えると、はいはい、チョークなんですか？チョークになってるんですよ。それ知らなかったです。らしいです。ただ同じ色ということでこのソリッドのグレー。そして今回のお車はスポーツデザインパッケージがついてると、はい、そうなんですよ。これ多分今市場に出てる中でもついてるのあんまないんじゃないかなと思うんですけど。そうですよね、数は少ないですよね、はいはいはい、でそもそもカブリオレがめちゃくちゃ少ない。少ないです、992型、はい、僕が調べたところによると今中古市場であのクーペモデル、はい、992全車種、はい、200台ぐらい出てるんですよ、はい、でそのうちターボがまあ17台でもうそもそもターボ少ないんですけど、はい、それがカブリオレになるともう全体でも30台、はい、30台、はい、でターボモデル、ターボ S モデルになると8台しか出てないということで、はいはい、もともと少ないんですけどその中でもエアロがついてるスポーツデザインパッケージ、はい、かなり少ないということで、でこれ結構特徴的なデザインになってますね。そうですね、真ん中が抜けてるというか、はい、カラーリングがあれですね、横立ち上がるのは、まあ、先代からのなんかイメージ踏襲してますけど、はい、そうですね、992型はここが素地、はい、でこれオプションとかで同色にすることもできるみたいで、はいはい、あの同色の個体もちらほらいますね、はい、というわけでこんな感じのデザインになってると。そしてあとはオプション少ないとはいえ、はい、ヘッドライト、はい、この黒くするのはオプション、はい、というわけでもうターボ S 一番高いやつなんで、はい、新車だって3500万円ですよ、はい、します。なんでヘッドライトも漏れなく一番いいのがついてるんですけどさらに黒くするのはオプションということ で、 そうです、ね、今回しっかり黒くもなってる、はい、であとはこの手の個体僕の勝手なイメージですけど、はい、ポルシェって、はい、同価格帯のスーパースポーツに比べると、うん、あの距離走ってる車と走ってない車が、はいはい、
混在してるイメージなんですけど、はい、間違いないと思います。合ってます？合ってると思います。割とフェラーリ、はい、ランボー、はい、って結構距離かなり気にして乗られるケースの方が多いと思いますけどね。多いと思うんですけど、はいはい、ポルシェって結構距離気にせず、そうですね、走られてるケースもやっぱりありますよ。ありますね。先代だともう3万キロ4万キロも結構市場に出てきたり、普通にありますね、はい、というわけで結構個体も、はい、コンディションバラバラ、はい、で今回の車はかなり綺麗な感じだと思いますね、距離から見ても。ただやっぱ高速の移動が少し多かったのか、少しわずかに飛び石、そうですね、感じますね。ただあのボディのところでこう塗装が剥げちゃうような感じのところはあんまりなくて、うんうんうん、そうですね、深いダメージはあんまりないと思うんですけど、ところどころポツポツっていう、よく見ていただくとあるような感じになるんで、まあ、気になる方はぜひ原車確認していただいて、はい、お願いします。この年式走行距離にしてはかなり綺麗な方だと、はいはい、思います。こんな感じのエクステリアになってる、はい、そして横に回っていくと今回ターボ S ということで、はい、一番分かりやすい違いが足元ですよね。そうですね、漏れなくセンターロック、はい、ただターボもオプションでセンターロックあるんですよね。あります。なんでターボでオプション入れられちゃうと、はい、見分けはつかないですけども、はい、ただ結構周りにも聞いたんですけど、はい、ターボであんまセンターロックのホイール入れてる人いないんじゃないかなって言われたんですけど、逆にそうじゃないですかね。ですよね、はい、というわけでターボ S になると標準でこのセンターロックのホイール&カーボンセラミック、はい、標準になるということで、はい、これだけでもだいぶやっぱり豪華ですね。豪華ですね。そしていろいろ調べたら、はい、やっぱりスチールブレーキの重量が半分ぐらいになるらしいですよ、はい、ローターの。いますよね。だ車の動きが全然違ってくる、はい、というわけでこんな感じの足元になってた。そしてあともう一個注目なのは99新潟で前後異形になってるんですよね。異形です、はい、でフロントこの255の20インチがリアに行くと335でしたっけ、はい、の21インチになるということで、その辺もポイントなのかなと。で実はターボカブは乗せていただいたことがあるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです、はい、アリーナ店で試乗させていただいたんで、はい、なんで今回その違いが、そうですね、忘れてなければ感じ取りたいと思います。はい、はい、そして足回りも電子制御のサスペンションが入ってると、はい、でその上のやつはオプションなんですよね。オプションです。車高も下がるやつ、はい、というわけで今回はターボ S 標準のサスペンション、そしてあとは今回の車はリフターも到着されているということで、車内のボタン一つで4センチアップするような機構もついていると。あと各部もこの辺全部オプションですよね。そうですね、全部同色にペイントされてると。だからこの辺が、はい、無限にあるんですよね。なんか細かいのがちょいちょいあって、結構あれ大変ですよね。多分ここ黒くするとか、はい、同色にするとか、はい、で今回のお車は当社のお客様からの買取車両ということで、そうです、はい、車の素性も分かってるんで、はい、まあ、その辺おすすめなのかなと。ただオークションで仕入れるケースもあるじゃないですか。ありますね、はい、そうすると全部チェックですよね。全部チェックですよ、もう一個一個細かく見てあれここオプションかなオプションじゃないかなっていう。そうです、はいはい、というわけで今回安心してもちろん乗っていただけるような感じになってると、はい、あとは今回のモデルはカブリオレということで、ルーフの色はこの紺色、はい、紺色です、はい、そして内装はこの後ご紹介させていただきたいと思います、はい、そして後ろも同じく、はいはい、カーボンセラミックどでかいブレーキ、はい、フロント420倍、リアが380倍かな、はい、というわけでこちらのブレーキになっていると。そしてあとは 4WS もついてるんですよね、はい、そして後ろに回ってくるとスポーツデザインのポイント、はい、これウイングの端も立ち上がるんですね、はい、スポーツデザインつけないと、はい、この上側のスポイラーがなんかスケボーの板みたいな板になってる感じですね。結構シーソーな感じのウィングですけど、スポーツデザイン入れるとちょっとこう外が立ち上がるんで、割とレーシーなスタイリングになると、はいはい、あと細かいところ行くとここも同色のオプション入ってるみたいですね。ここもあるんですよ、オプションが。ですよね、はい、通常黒黒ですかな、はい、ですよね、はい、ここも入れますね、同色のクレヨンに。これはオプションリスト一覧見せてもらって書いてあったんですけど、あれここのことっていう、はいはい、ですよね。大変でした、はい、というわけでここもボディ同色の、はい、そしてここ定番ですよね、はい、あ、それは定番ですね。ここは黒く、はいはい、これもオプションのやつが入ってると、はい、あとはスポーツデザインになると、はい、ここの下側も全部変わると、はい、ただこれスポーツエキゾーストとセットなんですよね、はい、というわけで四角の出口ニコニコからこのオーバル一個一個になると、はい、こんな感じのエクステリアになっております。続いて内装見てみたいと思います、はい、内装はこんな感じで、内装今回めちゃくちゃおしゃれですね。おしゃれですよね。こちらがグラファイトブルー、はい、そうです、で全部統一されたこのインテリア、はい、でレザーパッケージとか標準装備ですもんね。はい、そうです。というわけで各部レザーになってるこんな感じのインテリア、だからもうなんか外装とすごくこうトーンが近いというか。そうですね、マッチしてますよね。
結構こうメリハリつけて、はい、なんか明るめにしたりとか、はい、赤にしたりとかってケースもありますけど、はい、今回同色系で非常にまとまった感じ。まとまってます。そしてダッシュボードこれおなじみですけど、はい、あの結構クラシカルなデザインをかなり意識してデザインしてるんですよね、はい、そうです。というわけでこんな感じのインテリアになっております。続いて乗ってみたいと思います。よいしょ。乗り込むとこんな感じで、ターボ S なんで18ウェイのこちらのシートが標準装備ということで細かく自由自在です。むしろ細かすぎるぐらいあらゆる調整ができると。スタンダードの調整プラス細かいランバーサポートだったり、はい、この膝下も膝裏も伸ばせるこちらのシート。そしてこれあれですよね、スポーツシートなんで通常のシートよりかもこの肩の張り出しがちょっとありますよね。しっかり出てるこちらのシート。そして今回あのクレヨンステッチなんでこう立体感がある。そしてシートベルトもこれオプションですね。そうです、はい、クレヨンのシートベルト、え、これかっこいいですね。だいぶこれいいですね。だいぶいいですね、はい、こんな感じになってます。そしてあとはドアに行くとターボ S なんで BOSE のサウンドシステム標準装備、はい、これは12スピーカーかな、12だと思います。12ですね、はい、この上ブルメスターもありますけど、ね、はいはい、もうこれ排気音楽しむ車なんて、はい、そうですね、はい、そこはこれ十分かなと、はい。そしてステアリングはこんな感じで同じですよね、はい、はい、グラファイトブルーのこちらのステアリング、そしてメーターもこんな感じ。そしてメーターホワイトのメーター、はい、これがオプションで入ってると。いやだいぶいいっすね。この動画が公開される頃には詳細が判明している991.2、はいはい、後期型、はい、この辺がだいぶ変わるんじゃないかっていう。そうですね、変わりそうですよね。話もありますから、もしかしたらこれ買っとくべき一台になるかなと。可能性ありますねこれは、はいはい。そしてスポクロ、はいはい、標準ということでこちらも白いスポクロにしっかりなってると。であとは約10インチの PCM、はいはい、もうめんどくさいんでナビって言っていいですか。ナビ、はい、これなんかモデルイヤーで中のユーザーインターフェースが若干違うんですか。え、はい、なんか表示がなんか若干違うっていうのを何かって見ました、はい、あ本当ですか、はい、というわけでこんな感じ。ポルシェのやつは結構絶妙な感じなイメージなんですよね。わかります。絶妙というと、あの操作感が、あ操作感がですね、はい、あの表示はすごくわかりやすいと思うんですよ、はい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 、なんですけど、はい、アイドリングストップが確かここにしかないんですよね、はいはい、ないです、はい、なんでちょっとその辺かなって、ね、まあ、もちろんこの辺のモード切り替えとかは他のところでもできるんでありますけど、はいはい、まあ、一部確かスポイラーの出し入れとかもスポイラーもここでやってもらう感じですかね。ですよね、はい、というわけで僕が絶対押したいアイドリングこれがこの中っていうのがちょっと使いづらいかなっていうちょっと思ってしまいました。そっか、あとそこはその他の部分に関してはこれ出てるんですもんね。そうですね、でリフターなんかもこの辺出てると、はい、でエアコンも必要最低限の部分はここに出てるんで、はい、まあ、その辺はまあいいのかなってところはありますよね。これも 2.2 でどうなるか、はいはい、そしておなじみの通称ヒゲ剃りの剃り、はいはい、このシフトと、はい、そして、シートヒーターは標準装備なんですよね。標準で標準です、はい、でベンチレーションが今回オプションでついてるということでこんな感じになってる、はいね、はい、そしてここ洗濯もするのがこんな感じでいつも通り割と浅めなんですけど USB のタイプ A と SD カードこんな感じになってると。そしてあとはもう足元とか飛ばしちゃっていいですかね。いつも通りです。まあ、そうですね、はい。そしてピラーも同じくグラファイトブルーのこちらのピラー。はい、そしてバイザーも、あー、これも同色ですよね。同色ですね。同色だ。はい、同色なんですよ。いい感じです、はいはい。というわけでこんな感じになってると。で今回の車はこれ360度のタイプですか。のドラレコですね。ドライブレコーダーもしっかりついてるし。はい、そしてあとは今回はカブリオレなのでこの開放感ですよ、50キロ以下、そして開閉が12秒でしたっけ、はい、でできるということでちょっと今閉めてみていいですか。どうぞ、はい、開け閉めは、はい、ここですよね、はい、ここのスイッチをポチッと、はい、これめちゃくちゃ贅沢っすよね。贅沢ですよ、はい、あ早い早いですよ。そして閉めると、あ、こんなしっかりしてるんでしたっけ。硬いんですよ、はい、もう何回も撮ってるのに忘れちゃうっていう、はい、何レイヤーか分かんないですけどかなりしっかりしたトップになってると。ちょっとこれ試乗でもどんな感じなのか開け閉めしてみたいと思います、はい、インテリアこんな感じになっております。続いて後席は乗れないので、はい、ちょっと見ていただくだけでお届けしたいと思います、はい、で後席はここ紐を引っ張っていただくと、はい、イグライングすると、はい、でなんかこれ切れちゃうらしいですよ丁寧に扱わないと。で特になんか初期物、はい、これがなんか硬いらしくってあロックのこう解除みたいです、ね、でも992でもなんかこれが傷んでるのがあるっていう、はい、見ました。
でこれがもし切れちゃうとこれごっそり開けないといけないので結構事件ということで、まああんまりここ使う人そうですねほぼほぼないと思うんですよね。そして鉱石はこんな感じで乗り込めません。はい。そしてこれ背中だけ倒せるんですよね。はい。倒すと163リッター分のラゲッジになるということでこんな感じで使うということですよね。だからはい。でそこにこう物を置いていただくようなでこれだったら割と硬いものとか、はい、四角いものが、まあ、しっかり置けると、はい、まあ、本当に応急用っていう感じですか ね, すね。こんな感じの鉱石になっております。続いてフロント側のトランク見てみたいと思います。はい、こちらは128リッターということでこれ毎回こうですけど割と深さはある。深さはありますね。そしてターボとか四駆になるとフロントのアクスルの関係で少しだけ狭くなるということでこんな感じになった。でもここも結構使う人は使うじゃないですか。そうですね、ここは多分使われる方多いと思いますね。ですよね、はい、なんで結構この床部分のダメージがある車なんかもありますけど、はい、今回の非常にコンディションもいいということで、はい、こんな感じのトランクになっております。続いてトーカ類見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう。行きましょう。まずはこの開放感最高な屋根開けから。そうですね。ちょっと今日暑いですけどね。今日もう今5月24日ですけど、はいはい、ちょっともう結構きついかな。きついですね。カブリオレ気持ちよく乗れるシーズンは日本だとごくわずか、ね、そうですね。カブリオレ大国だと結構ドイツだと結構長い期間、はい、乗れますよね。乗れるみたいですけど、はい、まあ、ちょっと涼しいところに行って開けていただいて、ね、途中で閉めたいと思います。はい。それちょっと出る前に長くていいですか？大丈夫でしょう。でまず毎回ポルシェエンジンルームないんで、はいはい、エンジンルームの紹介が飛ばしちゃうんですけど、はい、エンジンの方が 3745cc、はい、水平対向6気筒、はい、馬力の方が650馬力、はい、そしてトルクの方が800ニュートン、はい、これ1000台プラス70馬力という、はい、とんでもマシンでございます。とんでもマシンですね。で0100 2.8秒、はい、3秒切りってなかなかないっすよ。ないっすよね。ないっすよ、はい、もうスーパースポーツですよね、はい、0200でも 9.3 秒、はい、10数える間に200キロで出ちゃう、はい、でマックス320キロということでこれすごいのがクーペ、屋根開き、はいはい、関係なくこのスペックという、はい、だクーペでもマックス320キロ、はい、屋根開いても320キロ、はい、そしてこれ急2型になって、まあ、タービンの大型化だったりだとか、はい、可変ジオメトリーの、ターボになってる。要はなんかブレードの外側にこう動くブレードがもう一個ついてて、はい、で要はそのタービンに羽に当たる風を調整してるみたいです、はい、なんで、まあ、ターボラグがなく、はいはい、レスポンスのいいタービンになってると。あとインテークのレイアウトがもうごっそり変わってるみたいですね、はい、取り回しが。であとはこれに組み合わせるミッションの方が8速 PDK ということで、はい、先代よりかも1速増えて加速になってる。で当然4駆、はい、で 4WS、はい、そしてあとは、その4駆のシステムもフロントに500ニュートンぐらい
振り分けられる、まあ、前寄りにもできる状況に応じてっていうことみたいです。あともう一個は快適装備が結構すごいんですよね、はい、全然スポーツカーと思えない。そうですね、自動ブレーキもそうだしレーンキープもそうだし、はい、サラウンドビュー、はい、パノラマ、はい、全部ついてると、はい、これ同価格帯のスーパーカーついてないですよね。ないですね。ただターボとかターボ S ってちょっとコンフォート寄りっていうかこういう機能が、はいはいはい、ラグジュアリーな感じになってますもんね。でプラスナイトアシスト、はい、要はなんかヘッドライトでも照らしきれないようなところも警告出たりだとか、あとパークアシストもついてるってことなんですけど、はい、まあ、この車でパークアシストはあんまり使わないかなっていう。はい、あこれスマートリフト、はい、だこれ位置読み込んで、はい、その位置になったら勝手に車高が上がるっていう。だ自宅とか登録しておけば自宅ではそうですね必ず上がる、ね、上げといてとかっていうのができるという、はい、めちゃくちゃいいじゃないですか、はい、こんな感じになってると。あとオプションおさらいなんですけど、はい、まずボディカラークレヨン、はい、スポーツデザインパッケージ、はい、リフター、はい、スポエキ、はい、板尾さんスポエキ派ですかスポエグ派ですか。スポーツエグゾーストって書いてますね。その時に言います。正式名称はスポーツエグゾーストなんですよ。エグゾーストですね。なんですけど結構車屋さんスポエキっていう人多くないですか。多いですね。ですよね、はい、僕スポエキ派です、はい、コメントでどっち派か教えていただけると多分スポエグ派の方が多い気がしますけどそして、あとヘッドライトのティンテッドヘッドライト、はい、あとミラーベースとかその辺のペイント、はい、サイドのインテークもそうですよね、はい、あとエンジンのグリル、はい、あと、リアの、モデルバッジ、はい、あとインテリアでいくとシートベルト、はい、メーター、はい、レーンチェンジアシスト、はい、アダプティブクルーズ、はい、合計370万円分ぐらいオプションがついているということで、結構お買い得な気がします。はい、そう、あとは、はい、フロントのバンパーの下のところにベロがついてて、あの辺の制御と、はい、あとリアのウィングの制御なんかで、はい、仙台比なんかダウンフォースが 15% ぐらいアップしてるということで、その辺ちょっと動画入れられたら入れたいと思います、はい、インサート OK です、行きましょう、はい、いやターボ S 楽しみだな。日差しが日差しがやばいっす今日あ、ターボのカブリオレ乗った時思い出しました。紛れもないこのめちゃくちゃしっかりしてる屋根開き、そう、硬いっていうかちゃんと剛性ありますよね。カブリオレモデルなのに剛性めっちゃあるんですよね、はい、だからこれ乗ると分かるけどすごい不思議な感覚しますよね確かに、だ本当にだからクーペモデルと変わらない剛性感なのに、はい、こう外の音めちゃくちゃ入ってくるし、この開放感じゃないですか、はい、屋根が開くからってボディ緩くなっちゃったら、はい、300キロ出せないじゃないですか。出せないですね。だその辺めちゃくちゃしっかり作ってあるっすよね。でも開けた状態でスピードってどのくらい出せるものなんですかね。どうなんですかね。実際でもなんか動画じゃ300キロ出してるやつとかありますよ ね、 ありますね。屋根開きモデルでどんななんだろうと思っちゃいますよ。いやいいな、良すぎるな。いやここに行ける人ってすごいと思うんですよ。いやここ行ける人すごいと思いますよ、はい、僕も今回予習してて、はい、まあ、3000半ばの、はい、そうじゃないですか、はい、でフェラーリで言ったら、はい、F8 スパイダーは無理ですけど、はい、488スパイダーは行ける狙えちゃうじゃないですか、はいはい、ランボで言ったらウラガンスパイダー、はい、モデルによっては狙えちゃうじゃないですか、はい、でそこにこの車で同じ金額を出せるって、はい、めちゃくちゃ贅沢だなと思うんですよ。ただキャラクターが明確に違うから違いますね、完全に。これはいいっすよ。足すっごいしっかりしてる。しますね。で今回はいつもの下道コース一周なんで、はいはい、いやいやそんなんじゃターボ S の良さわかんねえじゃんっていうツッコミはさて置いといてもらって、はいはい、いやそれは僕だって高速道路乗りたいっすよ。僕も乗りたいっすね。峠ワインディング行きたいっすよ、はい、ちょっと都合上ちょっと難しいので。そうですね。これ足マジめっちゃしっかりしてますね。めちゃめちゃしっかりしてると思います。なんだろう分かんないですよ。もうターボのカブリオレ乗らせてもらったらもう結構前だし、はい、直後の乗り比べじゃないし、はい、カーボンセラミックっていう先入観があるんで、はい、気のせいかもしれないですけど、はい、足の動きが全然違う気がするっす。すごいこう滑らかっていうか、はい、動きますよね。めっちゃこの路面を捉えてる感じ、はい、あと車が軽く感じる。なんかすごいすごいクイックというか軽やか軽やかですね、はい、でちなみに今モードは全部標準スタンダードコンフォートか、はい、ノーマルになってます。
まあだからこれ距離乗っちゃうの分かるっすね。普通にだって乗れるじゃないですか、はい、全然普段の足に乗れるこれ、はい、全然強いられない。そうですね、はい。いやだから本当に足が、そしてステアリングは適度にこういつものポルシェのやつですね。でなんかこれモデルイヤーで若干そのステアリングも重さが違うとかって、違うんですか、なんかそれもなんか書いてる人がいたっす。でマイナーチェンジがもちろん大きな変化であるんですけど、はい、年々こう細かい仕様変更とかって結構輸入車、まあ輸入車に限らずですけど、はい、ありますからね。ありますもんね、はい、そしてですねもう間もなく今撮ってるのが24日ですけど、この後期型 2.2、はい、あと4日で発表になるということで、僕予想していいですか。いいですよ。NA4 リッターは出ないと思います。いやいや、ないと思いますね、それは。あ、伊沢さんもそう思います、はい、それはないと思いますね。多分なんですけど、そのまま行くか、うん、まあ、ダウンサイジングも多分ないと思うんだな、か、うん、まあ、全車マイルドハイブリッド、はい、あー、そうですね、でターボモデルはもうマイルドハイブリッドがほぼ確定してるみたいで、あと彼ら S がどうなるかっていう、はい、で実はですね、僕多分カレラ S だと思うんですけど、はい、この間見かけたんですよ。でどこで見かけた。浦和店の近くで開発車両、はい、こう見えなくしてあるやつ。そう、あ、見えなくしてないです、はい、もうそのまま、そうそうそ う, そうないやつ。実は浦和店の近くってワーゲン系の開発車両の秘密基地があるんですよ。そうなんですか。それ言っていいのかな。全然知らなかったっす、ね、まあ具体的なところは言ってないですからね、はい、場所は、はい、あるみたいなんですよ、はいはい。でどうもそこに出入りしてる車じゃないかなっていう救急 2.2 型があったんですね。足元見る限り、はい、多分カレラ S、 はい、はいはい、でエンジンを聞きたかったんですけど聞けなかったです、はい、ただヘッドライトが、はい、ウインカーがヘッドライトの内蔵されてて、あ、中に入ってる。そうで、テールランプも2段になってて、あ、そうめちゃくちゃかっこよくなってましたよ、まあ、間違いないですね、それだと。もうあと内装はなんか、はい、何か被ってたのか、はい、なんか分かんないですけど見えなかったですけど、はい、内装もこの雰囲気じゃなかったです。あ、違うんですか。なんか被ってたからかな、ちょっと離れてたんですよね。だからその後期型の仕様によっては、はい、前期型めちゃくちゃ貴重な存在になるんじゃないかなっていう可能性ありますよね。純ガソリンも最終形態、はいはいはい、なる可能性が。メーター、アナログメーター、それ、はい、タコメーターだけアナログ残していてほしいな。ですよね、はい。そしてスポーツモードに入れまして、ちょっと本当に一般道の法定速度ですけど、ちょっと踏んでいいですか。大丈夫ですよ。気持ちいい。最高です。気持ちいい。最高です。ですね、伊藤さん、道路が足りない。足りないですね。足りない。直線が足んないですね。足りない。気持ちいい。本当に信号終わった後の軽くダッシュですけど、めちゃくちゃ気持ちいい。そしてですね、もう絶対大丈夫だろうなっていう安心感。なんかめちゃめちゃ安定してますもんね。もうなんか僕のスキルじゃ全然自由自在には操れないんですけど、操れちゃうかもって思わせるぐらいの安心感と、このまだ踏めるぞって感じになりますもんね、はい、気持ちいい。そしてですね、やっぱり屋根が開くと排気音入ってくるんで、クーペの3割増しぐらいで排気音が気持ちいい、はいはい、めちゃめちゃ気持ちいい。これこれいいな。やっぱこれ違いますね、クーペと。ポルシェの屋根開けモデルいいですね。だってノーマルマフラーならめちゃくちゃいい音してるように聞こえますもん。そしてですね、ブレーキは、あ、タッチちょっと違うかな。やっぱり初期制度がスチールブレーキよりかもやっぱり、うん、なんかでもペダルフィードちょっと違いますよね、ブレーキの。多分違いますね、スチールブレーキとカーボンセラミックって踏んだ感じが。全然確認だけすれば全然乗れちゃう感じだと思うんですけど。そして屋根を閉めたいと思います。いやもう最高すぎる。あ、日差しないと日差し暑いですから。暑かったですね。そう、後ろやっぱそうですね。やっぱり
音がですね、音が全然全然違うっすね、開けてる時と開けてる時。あとはこの間なんか車系ニュースになってたんですけど、はい、ポルシェってサウンドをその調律する、はい、あの専属の部署と人がいるみたいですよ。じゃあそれであれですか、マフラーのこう取り回しとかそういうのでやってる。取り回しまであるかもしれないですけど、はい、いろんな音、はい、書いてあったのはなんかオイルポンプの音とか、はいはいはい、というのってやっぱり聞こえなくなっちゃうんですけど、なんかそういう音とかも意識して、はい、すごいっすね、はい、だってそれ用になんかその頭の形したその模型、はい、とマイクを左右についてる、てサムって言ったかな、それで測定して、そう、それで測定するらしいですよ。だからちゃんとその聞かせる音と、はい、聞かせない音 音とで聞かせる音も調律して、はい、そう、でちゃんとその気持ちに訴えかけるところのサウンドチューニングもされてるっていう。まあでも気持ちいいっすよ、確かに。ついこの間あの GT4RS 乗らせていただいたんですけど、はいはいはい、もう本当にもう何ですか、もう脳汁が出るぐらいの本当にあの吸気音と爽快感、うわなんで気持ちいい乗り物なんだろうと思って、まあ、そこっていうのは多分でもだんだん変わっていくもんだと思うんですけどね。そうですね、この間 SNS で書いてる人いたんですけど、はい、もしあと何年かしたら、はい、いやまだ排気ガス臭い車乗ってんですかってなる可能性もなくない。ありますね。そうするとそういう新しい価値観の人にとってみたら、この僕ら気持ちいいと思うんですけど、こういうちょっと大きめの排気音とか吸気音の車がもう騒音でしかないくなる可能性もあるんで、まあそこに関しては何とも言えないですけど、ただ今現代においてもうそれが楽しめる、もしかしたら最後の方になるかもしれない。そうですね、その可能性は非常に高いですからね。だったらなるべくこういい状態のものを気に入ったら取っといてもらった方がいいんじゃないかなっていう。特にこのオールマイディーさびっくりしたっす、本当に。これすごいですね、本当に。片鱗も片鱗でもう 1% ぐらいしか確認してないけど、いろんなとこ行きたいっすよ。そうですね、これ本当いろんなとこ行った方がいいと思います、この車は。だ2人までだったら結構いろいろ行けると思うんですよ。行けます行けます、全然、はあ、後ろちゃんとスペースあるし、はい、前もあるし、はい、長距離使えないし、はい、でサポート系もフルフルついてるじゃないですか、はいはい、安心していけますよね。でこのポジションもこのフロントガラスの傾斜も、はい、このルーフのさっき伊藤さんも言ってたんですけど、そうですね、はい、ヘッドクリアランスもあるから、なんかこう同じ価格のスーパースポーツよりかももっとこう日常使いができる、はい、全然できると思いますこれは、まあ、シートなんかもこのスポーツシートでいいし、ブラカンのシートと比べるのもあれですけど、同じ長距離、例えば300キロ、400キロ、ポルシェとウラカンどっちかで移動してくださいって言われたら、もうそれはもう、ポルシェ選びます。向いてる方向がちょっと違うから、いい悪いはいないですけど、やっぱりオールマイティにこなせそう。はい、そうですね。あとちょっと992.2 型で、わかんないですけど、絶対やめてほしいのは、このエアコンの吹き出しを内蔵するやつ。動かさなくなっちゃう。あれ絶対やめてほしいですよね。わざわざ開けてこうやるやつですね。そう、ディスプレイであの向き変えるやつ、カイエンとかあのパナメーラつけてるやつ、そこまでしてきますかね。いや分からないです。なんかポルシェはなんかこういうちょっとボタンとかは残してくれるイメージはあるんですけど ね。あれでもキーのこの回すやつなくなったんじゃなかったっけな、確かスパイショットで出てたんですけど。あ、なくなったんですか、確かに。いや分かんないです、ごめんなさい。いやでもそれちょっと28日に答え合わせします。逆にそれは欲しいです、はい、確か回す動作ついになくなった気がしたっすね。せめて回すだけはしたいな。気持ちいい。音の入り込みが全然違いますね。そうですね。あとめちゃくちゃこう直進安定性もそうだし、ステアリングがやっぱり優秀なんですよね。あとそのペダルのこうなんだろう、踏んだ感じ、はい、もう本当に絶妙なところですけど、今日来る時カリフォルニアティー乗らせてもらったじゃないですか、まあ、そうですね、はい、いい意味でカリフォルニアティーってちょっとこう遊びが大きかったりとか、はい、少しこうなんだアクセルとか少し緩さというか、はい、キビキビすぎちゃうと、はい、リニアすぎると疲れちゃうし、はい、その辺の加減がめちゃくちゃ絶妙なんですよね。いやそれちょっともう一周したかったぐらいいや最高すぎました。伊藤さんありがとうございます。いえいえ。
ゃあ最後になりますけど、はい、めちゃくちゃ良かったっすね。いいですね。でもう市場でも台数少ないじゃないですか、はい、少ないです。でなおかつ992.1、はい、こちらの前期型は注文できないわけじゃないですか、はい、できないです。なんでもう増えることはないですから。増えることはないですね、はい、もうビビッと来た方は、はい、ぜひチェックしていただいて、はい、ご契約、はいはい、ご制約いただけるといいんじゃないかと。お待ちしております、はい、でさらにこういった車の買い取りも、はい、もちろん、はい、お任せいただけると、はい、細かくオプションなんかもチェックして、はい、高額査定、はい、高価査定、はい、頑張りますので、はい、ぜひ気になる方はお問い合わせください、はい、というわけで今回はポルシェ911ターボ S カブリオレをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。